ただ研究の仲間増やさないと、チームにしないとこいつら、値段が高すぎる。ただベロキラプトルのさ、可能性がさ、恐竜の羽化の可能性 50% なんだよ。結構ね、結構やばいんだよね。生命力40、やばいな。ちょっと、これはまずい。しかも、よく研究死ななかったな。死なずに羽化できたな。ワンチャン次は確率論的に言えば、収束すれば次は失敗する、多分。よし、羽化。4頭以上の新しい協力羽化する。ああ、はい。で、どうだ、失敗したか。あ、なんとかなってるな。いいぞ。恐竜を放つ4匹でいいんだったら、この小さいストルフにオミブスいっぱい放てば、4匹ぐらいあっという間だけど、新しい恐竜のゲノム。出たなぁ。ティロフォサウルス。ティロフォサウルスと同じ小屋に入れたら何が起こるんだろう。ケンキ元気にしてる？どこ行ったケンキ。あ、いたいたいた。あ、水がない。喉が渇いたせい。あ、ごめん。水がなかったね。はい。これでどうだ？心地よさゲージ 74%。これまずいな。ケンキ脱走するぞ。こいつウォールハックしてんな。壁抜けた。うまくいってほしいな。ん？なんか燃えてね。修理が必要。おい、燃えてんのかいな。レンジャー部隊。出動せよ。タスクを追加。これ修理してください。はい。で。お！いける！やばい！ 50% の確率を2回成功したぞ。確率論を無視する。恐竜放つか。よし、これでかわいいじゃん。いいね。で、アビツにするか。ちょっと身軽すぎるな、でも。で、あとこいつとこれ戦わせなきゃいけないんだよね。ディロフォサウルスをクラン戦させなきゃいけないから、金が足んないな、にしても。飼いならせる。正確に言えば、飼いならせそうな恐竜を他にも探し続ける必要がある。恐竜をコントロールする方法は、奴らに自分自身をコントロールさせることだ。野生のヒエラルキーってものがあるからな。もっとサンプルがいる。この調査は助けになるはずだ。はい。フェンスは壊れました。はい。ん？何？フェンスは壊れた？ん？ケンキさん？ちょっとケンキさん！やーべ、暴れ始めた。ちょっと待って。どうしてそんな強行に出てしまったんだ。仲間なら入れただろう。ちょ待って。どこだっけ？なんとかセンター。ACU センター。ACU センター作ってねえのか。ちょっと待って。これは問題ですね、これ。ケンキさんしばらく野放しだな、多分。レンジャーチーム、至急、ちょっと待って。アビツまで脱走する、これだと。これまずい。タスク。俺が行くしかないのか。俺が行こう。わしが行く。待って、ここ直すのだけでも先にやろう。直すぞ。修理作業完了。あー、2頭脱走してる。これはまずいな。すぐにオペレーションで。ちょっと待てよ。これどうする？化石センター、化石。化石ちょっと売ろう。ちょっと申し訳ないけど売る。あとちょっと金が貯まれば、ACU センターいけるな。ちょっと ACU センター即作ろう。すぐ作って頼む。とりあえずこの際どこでもいい。とりあえずは。ここでいいや。2頭なんとかしなければいけない。変電所がいるのか。ちょっと待ってくれよ。どうする？じゃあ、研究センター一回これ動きを止めろ。一回動きを止めて、まずい。ちょっと待って、ちょ待って。全シェルターオープン。一回避難してくれ。頼む。工事中なんだけど、これはまずいな。これ非常にまずいな。非常に良くない。これまずいな。ゲスト損傷、あ、訴訟されてんのか、殺されたことで。ちょっとヘリコプター行くぞ。俺が行くしかねえ。飛び立て。どこ嫌がるあいつら。あ、いたいたいた。待ちなさい待ちなさい。よし、当たった。いいぞ、食ってる間に。よし、眠ったか。よし、脅威の魅力完了。輸送チーム要請。で、もう一。ケンキくんがどっかいる。どこだ？逃げたか？あ？こいつか。こいつだ。うろちょろしてる。いるな。待って。動き回るな。エイムむずっ、こいつの。いけるか？ここ。ヒット。もうちょっと加工しないときついな。ん？無力化したか？すでに沈静化されてる。よし、いいぞ。じゃあ次、第2。回収して。輸送。ふぅ。ご来園の皆様は申し訳ございませんでした。一体何人が犠牲になったんだろうか。一体なんで壊されたんだろうな。水はあるし、そんなに居心地悪かったか、ここ。なんか遊びで壊しちゃったのかな、遊んでるうちに。心地よさ。仲間の数がまだ足らんってこと。もう一人いるってこと。チームやっぱ3人いないとチームとして成立しないってわけか。損害額やばくね？損害額やばいですよ、これ。シャレになんない額損失してる。100万でしょ？やばいでしょ、これマジで。こんな利益出たことないぐらい損失してるよ。処分まであるぞ、これ。正直。元気とは別に1回。俺、仲間が、2体、やっぱダメ。俺、心地よさちょっと減ってるもんな、微妙に。あ、回復した。とりあえずは大丈夫か。マジでやべえな。これ、しばらく放置以外にやることないぞ。アトラクションランニングコスト、使用状況、電力、チケット売り上げ。いや、ようやくチケットの売り上げ出したな、また。ふぅ。なんてことだ。このティロフォサウルスなんか羽化してる場合ではない。マイナスが出続けてんな。損害訴訟がそんなまずかったか。59000。5万のプラスにはなるはずなんだよな、一応。ほっといたら。ちょっと一旦放置しとくか。完全に破産しそうなんだけど。ちょっと待って。前の島戻ったんですけど、満載が死んでます。さようなら満載や。ゴドンくんが見てる。スパチャしてる。満載やし、満載や。学習遺伝子組み換えを持った、ケトラサウルス放つ。これ、学習遺伝子組み換えできてんのか、これ。学習能力遺伝子組み換え。お、なんか、縞模様。おお、放ってたね。リストリューニャン。どうしよう。よし。あとは、この辺とかも全然まだだな。おお、すげえ。123。かなり評価があったぞ、島の。種類が非常に多い。とても良い福祉。おお。星4評価でイスラ・ヌブラル島ってのが解除されるらしいね。